アチンジようこそ、ドマツシとティガーです。ということで本日は肉食いてえなと思ったんですよ、ふと。しかも外で食いてえなと思ったんで、今日はベランダでバーベキューしますよ。まあ、炭は使わずに、カセットコンロでやるんですけど、まあ駐車場でやってもいいなと思ったんですけど、まあ猫たち見ながらねやりてえなということで、今回はベランダでやりたいなと思います。はいはい、装備はねこんな感じ、じゃーん、まずはお肉、イエーイ。でまあ大葉と、あとこれ豚のハツだっけな、これハツだった気がする。であとはこれがカセットコンロで、これをですね、外に持って行って食べようという話でございます。でもう外にはね、ブルーシートが敷いてありまして、ここにじゃーん、このなんかあったかい、あったかいっていうか、もうそのまその上で寝れるこのシートみたいな、ちょっと分厚いシートみたいなのがあるんですけど、これキャンプとかでねこれ使うとあったかいよーっていうやつですね、寝るときに。このキャンプセットをねフル活用して、やっていこうかなと思います。じゃあ外行こうかな。じゃあ準備するわね。よいしょ。で食材持って、よいしょ。でガスコンロスイッチ、よいしょ。うわ完璧なんだけど、どう完璧じゃないこれ。うわめっちゃいい。あ、もう全然寒くないわ、少しも寒くない、マジでエルサの気持ち今。よいしょ。じゃあカセットコンロに水を設置して、よくねここでね星空観測じゃないけど天体観測、よく最近あれ多かったじゃん、流星群が多くて。で流星群をね見ようと思って、ここにこういう感じで星空観測スペースみたいなのねよく設置してたんで、かなりスムーズに設営できました。じゃあ行けよっかな。わお、うわーいいね。いやなんかこのやっぱさ外のこのあれに当たりながらやるのいいよね。で網にねもうなんだっけ油なんで焼いていこっかな。何からいこう、なんやかんやくっつくと思うんで油のあるものからいこうか。これ豚バラ、こういこうかな。もうここに常設してさ、肉焼くときいつもここでやろっかな、最高なんだけど。まあ春とかになったらさ虫とか来たら嫌なんだけどさ、まあ3階だからまあまあ言うてあんま虫もそこまで来ないでしょ、3階だったら。いっぱい焼いちゃっていいかな、1人しかいないんだけど。みんなはさ肉焼くときどうやって焼いてる？俺はなんか1枚1枚結構丁寧に焼く派なんだよね。だから2人とか3人とか行ったらとりあえず人数分のまあ、肉を、まあ、とりあえず焼こうみたいな、そういう派閥です。でどれからみんな食べる？焼肉みんなのさ順番教えてよ。俺はいつもタンからなんだけど、まあ今回はちょっとね網がさあれなもんでこっちかベッコが見てるみ猫に見守られながらベランダでバーベキューする男みたいな。よし、ちょっと火強くするか。早く食べたい。今日バーベキューしたいからさ、もうこれ用にニトリでこのコンロ置くテーブル買ったんだけどさ、これ安い1200円だったらめっちゃ安くない？でしかもめっちゃ高さちょうどいいし。お、そろそろいいかな。じゃあいただきます。うわー、イエス。うまい。はい、視聴者さんからいただいたビール缶、よいしょ。おわ、泡すげえ出てきたけど見えねえか。いただきます。あうまっ、うますんぎ。でみんなもなんだっけ食べる順番か。俺タンから始まって、昔はタン食べたらさカルビとか言ってたんだけど、もうね都市的にねカルビが食えないんだよね。この豚もそうだけどさ、油多すぎるとね、食べれない。そうだからね、最近はもう赤身の肉ばっか食べてるね。ハラミ、まあとりあえずハラミ頼んで、タン食べてハラミ頼んでロース食べてみたいな。で、なん1、2枚なんかちょっと油のある肉食うかなみたいな、座布団とかトモ三角とか。めったになんかカルビとか食べない。もう2、3年カルビ食べてないから、今度どっかでなんかカルビ大食い大会とかやりたいな。
絶対地獄だろうけど、うん、約束された地獄って感じする。タンも一応ね、一応全部下味塩コショウでつけてるんで、そのままでも食えるんですけど、下味が一番いいと思うんだよな俺。でもなんかルン君はなんか塩コショウつけない派とか言ってた気がするけど、みんなはどう？焼肉のね、塩コショウつける派つけない派？昔なんか小学校の時に、やっぱこれ田舎の小学校のあるあるかもしれないんだけど、近くにある歩いて10分ぐらいのところにある牛の畜産をやってるねところにお邪魔して、なんか牛のこう世話をするっていう体験授業があったの。命の授業みたいな感じで、それで子牛をね1年間から面倒見てて、もうその授業がすごいね、まあ好きというか、その班の人だけ、担当の班の人だけその 5,6 時間目の授業を休んで、牛にミルクあげに行ったりとかできたの。最高じゃん。で最後はその畜産農家の方の育てた牛丸々1頭、丸々1頭をいただいて、すごくない？でその6年生だったんだけど、クラスの全員、学年全員、まあ言っても、まあ、1学年38人と、まあ、その親御さんとか呼んで、グラウンドにこうバーベキューコンロをいっぱい置いて、で6人1班みたいな感じでそれを囲んでみんなでバーベキューするっていう催し物があってさ、ちゃんとなんか自分たちの育てた牛をいただくみたいな、まあ、厳密には自分たちが育てた牛ではないんだけど、そこではなんかやっぱ素材の味をみんなに食べようみたいな、タレとかじゃなくて、せっかくいただくんだからなんかなんだろう、塩コショウのみで素材の味をいただきましょうみたいな感じで、初めてそこで、はい、メモリーカードが切れました。シンプルにメモリーカードの容量が切れてしまいました。よいしょ。それで僕ね、そっからもうすごいね、塩コショウでね、牛肉ってかお肉食べるのがすごい好きになって、マジで感動って感じ。いや、いい授業だったの、本当に大事だなって思いますね、そういうのね。これなんだろう、これカルビかな、これなんかカルビっぽいね、豚バラカルビみたいな、牛バラカルビか。これでもね、このセット1000円だったんだよね。めちゃめちゃ安くない？この肉のセット1000円、値引きされてたとかじゃなくて。でタン入ってんだよこれ、牛タン。いただきます。牛タンね、レモンで食いたいけど、うん、ベーグ、うん、肉の部位どこが好きってさなった時にさ、みんなはどこの部位が好き？やっぱね、ヒレ肉か牛タンなんだよな。まあさ、うん、でもハラミも好き、うん、ハラミも好きなんだよな。なかなか選びがたい。よし、カルビかなこれ。久々にいただくか。じゃあ、うまいのはうまいんだよ。油がきついだけだよ。この前友達と話してて、これハラミいいね、ハラミいい赤身だ。みんなのさ、こう地方出身の人たちにとって馴染みのあるさ焼肉屋さんってやっぱ違うんだなと思ってさ、これやっぱちょっと安めのさ焼肉屋さんってあるじゃない。例えばなんだろう、焼肉キングはどうなんだろう、あれ一応食べ放題か、学生さんも行きやすいよね。なんか食べ放題とかさ、なんかいろいろあると思うんだけど、うちは全然もう三重県はさ、そこの地位になるのが網焼き亭ってところだったの。そうで、こっちに来たらさ、でもないのよ、網焼き亭とか焼肉下がりとか。そう、びっくりした。どこにでもあるチェーンじゃないんだと思って。そういう多分さ、みんなの馴染みの子供の頃行ってた焼肉屋さんって多分あると思うんだよね。これ豚のハツレバーが、ハツだ。うまっ。あ、うまっ。ああ、ゆっくり食べよう。ゆっくり食べるわ。はい、ということで、あっという間にラスト1枚になりました。いただきまーす。よいしょ。はい、おしまい。美味しかったー。いいね、やっぱ外で食うと。なんか、すげえのんびり食ってたわ。飯食って、動画見ながら。んね、お酒も飲んで、ごちそうさまでした。あー、幸せだ。ちゅうわけでね、今回は、外で、バーベキューをしようということで、いやー、この寒い中、一人で、外でね、ご飯を食べたんですけれども、非常に良かったです。またやります、なんか違うのね。なんか外でね、他のもの食べれたらなと思いますので、はい、またその時よろしくお願いします。ということで、本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。